こんにちは、ニコアミです。今日は巾着を久々に編んでいこうと思います。これを内布にしようかなと思っています。で、今回チクチク縫っていくんですけど、返し縫いとかそういう難しいことはせずに並縫いでひたすら縫っていくだけなので、結構簡単に内布をつけられました。で、セリアさんに行くとめちゃくちゃいろんなタイプの巾着があって、巾着コーナーもあるし、ラッピングコーナーにもなんか内袋に良さそうな巾着が売ってるんですね。巾着を選ぶ時のポイントなんですけれども、こっちを内側にしたいんですね。見れるようにしたいから、こっちをね、外側にしたいんですね。なので、この縫い目のところが外側向いてもおかしくないかなっていうのをチェックして、良さげだったらその巾着がいいかなと思いました。で、編んでいく部分の材料はキラキラスパークを使います。この糸めっちゃいいですよね。編みやすくて、で、そんなキラキラしてなくて、キラキラぐらいな感じで控えめなキラキラなので、ハンドウォーマー編んだんですけど、普段使いに全然いける感じでした。使用かぎ針が5号から6号ってなっています。皆さんは5号とか6号お使いください。私はめちゃくちゃ編み癖が緩いので4号針で編んでいきたいと思います。そして作り目は5号針で編んでいこうと思います。ワンサイズ上げて5号針で作り目をしていきます。そして10目1模様なんですね。で、今回60目編むんですけれども、巾着の幅に合わせて鎖の数を変えてください。で、この巾着ね、だいたい13センチくらい横幅があるんですね。で、60目編んだらこんな感じで、編み地と生地がピタッと同じサイズじゃなくても大丈夫です。巾着ね、こう絞ったらそこに多少シワが寄ってても気にならなくなるので、多少ね、長くても短くても大丈夫です。じゃあワンサイズかぎ針を下げて編んでいきたいと思います。よっこいしょと、一番最初のね、目を探しています。で、ありました。で、今回裏山をすくってね、編んでいこうと思います。お好みですくいやすいとこすくってください。はい、で、これで輪になりました。そしたら1段目開始します。鎖3目で立ち上がって、で、糸をかけたら引き抜き編みした目のとこですね、同じところに針を入れて長編みを編みます。そしたら2目飛ばします。そして3目目のところに長編みを編んで、ここから5目長編みを編みます。1、2、3で、4で、5そしたら次、2目飛ばして3目目のところに長編みに鎖に長編みにを編み入れます。同じところに で、ここがね、ビヨンって伸びちゃうから、本当はきっちり押さえながら編んだ方がいいんですけど、
必死のパッチなんですよ。なのでちょっとビヨーンって伸びちゃってます。押さえるの忘れちゃうよね。はい、そしたら次2目飛ばして、でこっから長編みを5目編みます。4、5。そしたら2目飛ばして、長編みに鎖に長編みにです。まず1、2で鎖に同じ目に長編み2です。で2目飛ばして長編み5、このような感じで長編み5、そして松編み、真ん中に穴が開いている松編みですね。で長編み5、松編み、これをねぐるっと一周繰り返していきます。で最後は2目編まると思います。そしてここからちょっと荒技に出ます。この引き抜き編みした目のとこですね、ここの立ち上がりの鎖のこの根元のところに松編みの半分を編みます。長編みに編みますね。まず1で、わちょっとビヨって伸びちゃってますけど編んじゃいます。おっとっとっと。そして最後は中長編みで閉じたいと思います。鎖3目目のとこ、長編みの右側ですね、ここに中長編みを編みます。これで1段目が完成しました。2段目もね基本的に同じことするんですけれども、ここを表引き上げ編みにします。じゃあ2段目いきます。鎖3目で立ち上がって、そしてここ鎖のスペースじゃないね、中長編みのスペースのところに長編みを編みます。そしてこの長編み5目のところを表引き上げ編みにします。たっぷり糸を引いてきて、で、長編みを編む要領で編みます。たっぷり糸を引いてきて、で糸を引くときにこんな感じとかにならないように、垂直になるように引いてきてます。いや、実践できてるかどうかはあれですけれども、そうなるように努力しています。はい、こんな感じで、ここの鎖のスペースのところに長編みに鎖に長編みに、でここまた表引き上げ編みにします。かかっている糸に手を添えて長編みごとすくって、でたっぷり糸を引いてきます。引き上げ編みと松編みを繰り返して一周編んでいきます。じ
ゃあ最後この最初のこの中長編みのスペースのところに針を入れて長編み2本編みます。そして中長編みで閉じます。長編みのこの横の目のとこですね。3段目も2段目と同じことを繰り返します。鎖3目で立ち上がって束に長編みを編みます。で引き上げ編みをして、そして松編みのところに束に松編みを編みます。はい、一周編めてます。これは6段で1模様なんですね。なのでその半分が編めました。最後は同じく中長編みで閉じます。あ、その前に長編みを編まなきゃいけないんだった。長編みを編んで、そして中長編みで閉じます。で次456、またね似たような編み方するんですけれども、この模様がこうずれます。この上に松編み、この上に引き上げ編みが来るようになります。じゃあいきますね。鎖3目で立ち上がって、そしてめっちゃ分かりにくいんですけれども、立ち上がりの鎖の3目目のとこ、ここのところに長編みを編みます。そして長編みのとこに長編みで、次2目飛ばして真ん中のところに松編みを編みます。そしたらこの松編みのところをすくって5目長編みを編みます。でこの鎖のところは束にすくって長編み1目だけ、1,2,3,4,5 です。そしたら2目飛ばして真ん中のところに長編みです。でまた長編みすくっていきます。1で2で鎖2目のところは長編み1目です。で今4で5でこれを繰り返して編んでいきます。はい、こんな感じで一周編めています。最後長編みのここのところに長編みを編んで、そして立ち上がりの鎖の3目目のところ、このところに引き抜き編みをします。で次5段目、5段目引き上げ編みしていくんですが、立ち上がりの鎖の3目のところは
このままでいきたいと思います。でこの両端の長編みだけ最初は引き上げ編みですね。で次松編みです。で次引き上げ編みです。おっとっと。こんな感じで一周繰り返していきます。そしたら最後の長編み2目も引き上げ編みをして、で最初の鎖の3目目のとこ、長編みの隣のとこ、ここでいいのか、引き抜き編みをします。で6段目も同じことを繰り返します。でこの編み始めのところはちょっとねボコってなってるんですけれども、ここを横にして巾着にするので大丈夫かなと思います。そしたらね、また1段目から3段目をね繰り返します。でちょっとすごいね、ここの引き抜き編みのところにもう一目編むから大変なんですけど、鎖3目で立ち上がって、そしてここです、鎖の3目目のとこ、ここに長編みを編みます。であとは同じですね、ここ長編み5目すくって、で真ん中に松編みを編みます。これを一周ぐるっと繰り返していって、で2段目3段目4段目5段目6段目、これをねぐるっと繰り返していきます。で今どんなサイズかというと、今こんな感じで、多分巾着の方が若干大きい感じですかね。この裏側がこんな感じなんですよ、引き上げ編みだから。15段編めました。ここの短いところは 13.5cm、 ここのところは 14.5cm 編めています。横幅はだいたい 12cm 弱ぐらいですね、編めています。でこれを重ねると、まあ内布の方が若干大きいかなくらいな感じですかね。で下をこうぴったり合わせた時にこの縫い目が見えてます。で編み地の方が物入れた時伸びるので、こんな感じで大丈夫です。最後ねピコット編みしようかなと思ってます。すくうのはこの長編みの端っこのとこで鎖のとこで、それで編んでいこうと思います。じゃあピコット編みを編んでいきたいと思います。鎖一目で立ち上がって細編みを編みます。そして鎖3目、ピコット用のですね、鎖3目が編めたら、この細編みの頭のところと左の足のところ、ここを拾っ
で引き抜きます。でちょっとここ押さえると引き抜きやすいかなと思います。じゃーん、こんな感じでできました。で、次ピコット編むところはこの長編みの両端のとこですね。引き抜きの両端のとこで、次この鎖のとこで、また両端鎖、その間は鎖を編みます。でこれ2目飛ばすから鎖2目編んで、でここに細編みを編みます。1、2、3、そしてこことここ、そして3目飛ばすところは鎖3でピコット、でここは鎖2目でピコット、でこれを1周繰り返していって、一番最初の目に引き抜き編みします。じゃーん、ピコットが編めました。で底を縫うときはここの最初の松編みの下のところにマーカーつけときます。そしてこのお向かいさんの松編みのところ、ここにもマーカーをつけておいて、そうですね、横幅 1、2、3、4、 4倍ぐらいにしとくか。そして裏側にして、端のところの内半目のところをすくって、新しく糸をつけて、で結んでおきます。でこれはもう取って大丈夫です。でここからこの内半目を拾ってかがっていきます。巻きかがりですね。端までかがれました。どんな感じかな。おう、いい感じに仕上がってますね。じゃああとは糸始末をします。じゃーん、おお、なんか内側もいいですね。なんか芸術的な感じがする。縄文式土器を連想させる感じもするし、なんかいいなこの内側。じゃあ内布をつける前にお好きなタグがありましたらタグをつけてください。これは差し込み式タグなんですね。こうやって差し込んで後ろの爪を折るだけという素晴らしいタグです。いいよ、はい、こんな感じにしました。じゃあ内布をいよいよつけていくんですが、これをね中表にします。このね模様を見てたいので、こういう感じでね、よいしょ、入れて、で端っこを合わせて、そしたらまずね端っこに待ち針を打ちます。このピコットのところでこの縁編みで縫い目が隠れる感じで、まず端っこに打って、でなんとなくこう縫い目が隠れる感じで他にも待ち針を打ちます。結構適当で大丈夫です。じゃあまずこの横のところから糸をつけたいと思います。この編み地を裏返してピコットの細編みのあたりに針を入れて、そしてこの輪っかに通して、で糸を固定させます。この縫い目より若干下のところ、ここで並縫いしていきます。で、このラインと
15段目のこの上のラインを合わせて、で縫っていきます。並縫いで縫っていきます。この縫い目より、まあ、3ミリくらい下かな、あたりにここぐらいに針を入れて、この縫い目の3ミリくらい下のところに針を入れて、でそれが15段目のこの頭、長編みの頭に来るように縫います。なるべく細かく縫った方がいいんですが、まあこのミシンと同じぐらいね、細かく縫えた方がいいんでしょうけど、ちょっとそこまで器用じゃないので、結構適当に編んじゃってるんじゃないな縫ってます。ここがね難しいんですけど、ここが上がるから、この縫い目もそれに合わせてちょっとだけ上に上がるように縫うといいと思います。このところはちょっと飛ばしてこっち側に縫うといいと思います。っていうのも、ここちょっと悪目立ちしちゃったから、ここのところが出ないようにここは飛ばして、よっこらせと、こんな感じで、もうちょい薄い色を使えばよかったなと今後悔しています。こんな感じで並縫いしていきます。で、あとこのリボンね、巻き込まないように気をつけてください。で最後はこの外側で玉留めして終わろうかなと思います。よっと、辺にちょっと数目通して、付け終えられたら内側に手を入れて、しっかりね内布をね隅っこまで伸ばしておきます。そしたら完成です。ティラリラリーン、こっちもティラリラリーン、どうでしょうか。めっちゃかわいい。この模様もねすごい気に入っていて、市松模様っぽくていいなと思っております。並縫いでサクッとつけれるので、よかったらチャレンジしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。